Oi.
忘れちまったのか、俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまうぞ。俺らに会ったら、ちゃんと頭下げてけよ。ま。 とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。ごめんなさい、すいません。 チンピラ相手に何やってんだよ、なじまちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺には これから行かなあかんとこがあるん。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組。おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。 殻の一つ棒はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島、はっきりしろ。女は死んだろうが。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。 これ以上手出すんやったら、島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。 女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。 狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。
てめえ誰だ。おい、なんだてめえ。誠から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。